あ、ゆいちゃん？ゆいちゃんじゃない。あ、ゆなだ！ゆなじゃない？なんちゅう作がやってて。ああ、やばい！いや、まだく。ていうかさ、いつまでやっとんねん、この赤い奴らは。はあ。誰だ、ちょ、許すな、特定しろ。特定して公衆便所に電話番号を書こう。はい、どうも。アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクション動画やアニメに関する動画を毎週投稿しております。もし興味のある方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、アニメのリアクションやアニメの感想だけチャラチャラっと見たいよっていう方は下のコメント欄からタイムスタンプをご利用ください。はい。というわけで今回もやってまいりましたガチ枠リアクション、ソードアートオンラインアリゼーションウォーブワンダーワールドを見ていこうかなというふうに思います。本当に僕は未だにあの赤いモブキャラクターを許していません。本当に3日はね、怒りはついえることはなかったですね。はい。それで、見ていこうと思うんだけど、8月はね、ちょっと更新スケジュールがちょっとガバつくと思うんだよね。夏アニメは、木曜日と日曜日はほぼ確定で、まあ土曜、月曜にちょっとカノカリのリアクションを投稿するんだけど、ちょっとそのスケジュールがちょっとぐらつくかもしれないから、もしね、ちょっと僕の動画が楽しみでしょうがないとかいう人は、概要欄にもリンクあるんだけど、Twitter の方をチェックしていただけると嬉しいです。数少ないファンに向けて、こういう風な告知もしていこうと思います。それじゃあ見ていきましょう。ソードアートオンラインアリシゼーションウォーブアンダーワールド。第17話よーいアクション。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さてだよ。なんだあ、なんか前回光ってたやつだよね。誰かがログインしてる？ SAO サーバーからログイン。カヤバは関係ないか。カヤバって死んだんだっけ？まあちょっと謎だけど。あそこら辺が動いていると。旧 SAO サーバーから繋がるってなんかあるのか？まあちょっと謎が深まっていく。で、前回そうだ、キリトだ。キリトは、これなんかもうさ、いろいろと絶望オブ絶望。まあ何はともあれ本当に、ゆいちゃんがいてよかったね。さあ、リーファも前回、まあ参加してきて、で、アリスがこっちに向かってるんだよね。まだ、アリスの動きがはっきりしてない。星の色は何色ですか？ここかっこいいよな。さあ、このアスナ VS あれもあるのかな。でさ、これあれだよね、ガブリエルだよね。ガブリエルこんな化け物になるの？イメージ的にはネビュラ・グレイに近いけど、悪魔の子。ガブリエルのこと？さあ。何するつもりだ？虐殺症？あ、優しい。やっぱりあの赤いモブキャラクターは許せねえよな。こうだからな。あら、すね。あそこ痛いとこ。ブラッキー？泣いてない？あ、そうなんだ。あら。まあ、村の奴らよりはマシかもしれない。っていうか、統率取れすぎだろ、このモブキャラクター。ただ、剣だけは守る。腕もないよね。あ！折れた剣。これが欲しいのか。おいおい、なんかさ、虫で遊ぶ小学生みたいなことやってんぞ。どういう目的なんだろう。復讐というよりも。ああ、暗い。あーい。おい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 、このクソ。許さねえぞ、マジで。でもこれ目的が違うよな。復讐とかよりも単純に楽しんでる感じはするよね。誰だ誰だ、あ、エイジ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 、エイジだ、すごい。何も語らずこう、キリトに叩く、ラフコフに立ち向かう。いいよな。おえおいおいおい、この緩急。いやー。うやー、なんちゅう真意。なんだこれ。いや。おー、かっけえ。これが新威力ってやつ？周りも動いちゃって。おいおいおい、このモブ許せねえ。あ、ゆいちゃんじゃない。あ、ゆなちゃん。あ、ゆなが SAO サーバーから繋がってきたってこと？接続？そういうこと？ゆな。あ、電脳アイドル。みんな目覚めて。あ、やばい。激アツ。やばい。激アツすぎる。劇場版キャラがここでやってくる。おー、バフのオンパレード。やばいな。かっこいい。やべえ。おおなんちゅう作画。いやー、いいわっすね。いいっすね。あらあら、みんな目覚めて。お、何をして。ただあの赤いモブだけはぶっ飛ばしてくれ。そうだよ。どういう理屈で目覚めるのか。おええ、なんちゅう体使い。いやそうだ、守れなかった絵なの代わりにキリトを守ってくれ。ユナをさ、ビビって守れなかったエイジがさ、みんなを守ってくれてるよ。さあ、どう動く？あの、SAO サーバーに残っていった多分あれ、ユナの情報とかが全部ここに繋がってて、ああ、やばい！ああ、決滅した！ああ、はい！衣装まで変わるのかい。いや！かっこよすぎる。戦線離脱したもんね、早期に。ああ、塩！やばいな、でも。ああ、ユナね。今は、オーディナルスケールで。はあ、動きが速い。バフの効果もあるんだろうけど。どうですかい？え？目が覚めるとそこは、あら、バサゴの過去？あれか、SAO から目覚めた後？あれ？誰？キリトっぽい何か。あれ？あのおじさんは誰だ？なんだ？え？何か人体実験？あ、ここの傷ってそういうこと？ああ、やば。え、どっちだ？ダメです！なんだ。唐突な過去回想。よかった。スラム出身？悪魔の子。バサゴのことだったんだ。ガブリエルのことじゃないんだ。ガブリエルも大概悪魔の子だけどな。腹違い何？うん。え？ああ、そういうこと？愛人かなんかの子なんだ。そういうことか。腎臓は1個あれば大丈夫って言うけど、一個だけじゃそれなりに機能しないんじゃないか？医学プロプレイヤーの皆さん教えてくれ。腎臓とかなんか一個でいいのか？視聴者の医者の方々。ああ、そういうこと？腹違いの日本人の息子なんだ。うん。ここはただのタトゥーか。うん。ああ、そこで入り込んだのか。ここジャパン？ Here is Japan? No, 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 アメリカ。いや、勇気すげえな。生きるか死ぬかやぞ。帰ってこれないっていうの分かってて、繋げたんだ。後から新規接続された人もいるんだね。チャイルドデビル。プリンスオブヘル。ああ、プー！そういうこと。後から来て、ラフコフを作り上げた。そういう目的だったんだ。自分がいかにも死ぬことに、うわぁ、エイジー。日本人が嫌いなんだな。ああ、噛みついてる。あ、死んだんじゃね？あ、いや、ダメです！ユナ。あ、ユナに戻ってますけども。ありがとう、エイジ。ありがとう。見覚えあるやつがいるんじゃない？ SAO サバイバーか！お！目覚めたぞみんな。いやー、そんなマザー2に出てくるテントみたいな顔して。そうだそうだそうだ。そうだそうだそうだ、ダメだよ。あらあらあら、あいつはどこだ？あいつは許さん。あいつは絶対許さん。よし。ダメだよ。そいつ以外を全員で囲む。怒りだよ。いやいやいや、悪魔の子。で、最後に、この遊び場を終わらせたキリトを殺すっていう感じか。なんだ？ああ。いやー、ちょっとまあ強いんだけど。なんでそんな一人だけなんかこう、なんだっけあれ、なんて言うんだっけあったじゃん、モビルスーツがさ、こう乗るやつ、あれに乗ってんの？フライトユニット使ってるのずるいぞ。かっこいい。演出がかっこいい。さあ、そういうの読まれてるぞ。相談し直すってできないの？まずい。ああ、両足が。ああ、死の。アリスとか誰か守って。あら、唐突な絶望。いや、まだっていうかさ、いつまでやっとんねん、この赤い奴らは。お前ら全員リコーダーに目ん玉にリコーダー突っ込んでチューリップが咲いたを奏でてやるからな、お前ら。忘れとけよ、お前。ことちゃんもそう言ってるよ。くっつくんですか？ああ。無限回復。すごい、えげつないアカウントやな。命の神ってところか。そうだね。通覚は全部生きてるんだもんね、これ。多分他のアカウントと違って。俺たちは？リルピリンたちは、行っちゃった。そんな、イコロセ、真相。挽回、神死に、あ、俺らがいた、今、手前に俺らが映ってました。神死に、おいおいおい。あ、そうか、剣能の使いすぎか。負荷がかかっちゃってんだ。なんでそんなことするの？誰だ許すな。特定しろ。特定して公衆便所に電話番号を書こう。多すぎるんですけど。無理じゃん。リーバー。あらー。誰か。なんだ。少年ジャンプが守ってくれた？相談し直す。ああ、真意の玉だ。やっぱりでも、あのブレスレットは僕よく覚えてないんだけど。ブレスレットっていうかペンダントか。アニヒレートレイ。全く動じてませんけど。ピンピンしすぎやん。あらららら、片目がめくれてしまってる。ブラックジャック状態。片腕が飛んでるけど、あれ？アリス。なんだ、急に目的を変えに行った。これがなければ即死だった。キリトの C の力に近いんだろうな。みんなを守りたいっていう。ちょっとリーバだけひどい目に遭いすぎじゃない？片目吹っ飛んだりとか、触手プレイされたりとか。さあ、そして柳井。なんだ？爆弾？え？今だ！タックルだ！あ！アメリカ映画ありがち。足を滑らせて敵の黒幕が落ちる。本当だよ。撃たれましたけど。よし。大丈夫。頑張ろう。信じよう。これはこの二人、この後できるな。付き合うことになりそう。ダメダメ、死亡フラグ。死亡フラグだから言わないで。いっちゃ、グッドラック。RIP、日が。バーガーや牛丼。死亡フラグっぽいってか、そのものだよ。多分上がってくるよ、柳が。お前だけは。お前だけは、痛いんだ。失血で死ぬでも腕ならまだ失血で死ぬってことはないんじゃないかな。さあ、そして、全員の記憶から、キリトを構成していくと。さあ、キリトに、これ、あくまで疑似的な魂だろうな。目覚めるための。すげえ内輪もめしてる。頼む。あ、なんだ？発光してる。ああ、俺だ。キリト。ユージオ。ユージオ。僕の英雄。あら。これは何ですか？安心院さんの空間ですか？友情。ここで終わるの？おいおい、これからって時やんけー。いやー、エイジよかったな。なんかさ、オーディナルス、感想で話すかもよけど、オーディナルスケールだとさ、なんかエイジはさ、なんか結局悪いやつみたいな感じで、結構いいとこなしで終わったけどさ、なんか、この回で挽回できたのはすごいいいなって思う、やっぱり。あー、なんかさ、やっぱりそう。なんだっけ、ビビっちゃってたんだよね。怖くて。思うように体が動かせないとかなんとかで、じゃなかったかな。なんだっけ、本当に覚えてなくてごめんなんだけど。そうか、でも、神田沙也加さんとかがやってくれたわけか。だから、エイジも、ちょっと待って。そうだね。なんか体が思うように動かせないから、ユナを守れなくて、結局臆病なまま、ユナを死なせちゃったんだよね。だけど、そのエイジがみんなを守るために戦ってくれて、命をかけて、ユナも来てくれて、多分あれは SAO サーバーのあの起動はユナの記憶だろうね。あー、なるほどですわ。終わり。なるほど。というわけで見終わったわけなんですけども、面白すぎるわこれ。今回やばいね。いやー、あっちポイントいっぱいあったけど、やっぱね、まあバサコの過去っていうのも結構明らかになって、まあ日本人嫌い、自分の命を安く日本人に使われたと思うと、やっぱりそりゃ日本人は嫌いになる一端だったのかなっていうふうにも思うし、まあ理由があると言っても殺しはあかんでしょ。なるほど、なるほど。プーっていうのも、プリンスオブヘルってことなんだ。で、プーか。すごい可愛い名前だと思ったけど。いや、でも、そんなバサゴと、いや、でも本当にさ、SAO の裏ボスに近いわけですよ。バサゴは。で、SAO 途中リタイアしちゃった、もうエイジが、その、戦うそのさ、展開や演出みたいなの、途中ユナもやってきてさ、ユナの歌とともに、エイジが頑張って悪を倒すっていうのが、やっぱりね、少年の心は燃えますね。で、そんな中ね、もう、みんながもうこうしてっていうところで、動いていってキリトも目覚めそうだし、エイジというのは熱すぎる。たまんね。うん。いや、でもそれにしてもね、まあでもまだ依然状況は悪いまま変わってないから、どうしたものかというところですよ。やっ復活の兆しが見えたところに比嘉くんの死亡フラグ。いいのか悪いのかというところではあるのですけれども。はい。いや、でも、熱かったね。全体的に熱いシーンが多かった。シノンのペンダントが、なんかシノンを守ったのは、あれ確かキリトがあげたとかなんとかなんでしょ？俺よく覚えてないんだけどさ。なんか、それは多分キリトの真意がシノンを守るためにそういう風に働いたっていうことでいいんだろうね。なんか、真意は生きてるみたいなことベルクーリ言ってたもんね。中でもやっぱり、リーファが一番かわいそう。あの子中学生やろ？中学生に壮絶な経験をさせすぎです。頭おかしくなっちゃうよ、本当に。キリトが治ってもリーファがあの経験も、ここに矢が刺さった経験でも、ってなっちゃうよ、本当に。気をつけないと。いやー、でもひどい目に遭いすぎだよ、本当に。触手なり、槍で目を貫かれるなり、本当に。いやー、まあとりあえずね、まあ、また、僕の中でのこのぶっ飛ばすリスト、3人目が追加されました。シウネに槍を投げたやつ、アスナをビンタしたやつ、そして、リーファに思いっきり槍を投げつけたやつ。その3人は絶対許しません、僕が本当に目ん玉に、同じようにね、リーファにこう槍を刺したのと同じように目ん玉にこうリコーダーを突き刺して、そこからチューリップが咲いたを奏でてやろうと思います。本当にカラーズのコトちゃん呼んでね、本当に。許さねえからな。いやー、すべてが熱いけど、どんどん尻上がり的に面白くなってってますね。はい、なんかもう、前期もそうだったよね。12話に行くにつれて、どんどん面白くなってきた。たまりません。あー、このアニメは何度俺を楽しませてくれるんだろうという感じで終わろうかなというふうに思います。なんかコメントあればください。エイジ来たとか、ユナかわいいとか、もう待ってたとか、あいつら全員ぶっ飛ばすとか、もうなんかもういろいろあると思います。もうね、本当に今回お腹いっぱい。すごい楽しかった。はい。以上、ソードアートオンラインアリステーションオーバーアンダーワールド第17話でした。バイバイ。